チョン時代で、今日髪を切った。3週間くらい、地方に行くので家で作業して荷造りとか準備してしたいと思います。ジェダイのブログ。大阪に着きました。まあ、予報とかでは雨かなと思ってたんですけど、結構晴れてます。ジェダイのブログ。地方に着いたら絶対にするのはその土地の、スターバックスにまず行くという。バカ野郎。最後の休日と大阪に来るまでの道のり、紹介しました。次のエピソードからは実際に大阪での仕事の話とか暮らしぶり紹介できたらなと思います。あとはまあ遊んだりしたらその様子とか。今日も見てくれてありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録とあといいねコメントもすごいしてくれたら嬉しいので待ってます。あと Twitter と Instagram もやってるのでよければチェックしてみてください。また次のエピソードで会いましょう。ジェダイでした。